ウサギリカエラさん。あ、今じゃオンラインノベルの世界ではちょっとした有名人だもんね。俺大好きなんだ、月ウサギミカエラが大好きなんだ、堀切千代美が。私南くんのことが好きだったんだ、ずっと。私受験なんてしない、やりたいことがはっきりしてるもん。甘ったれていい気なもんだよ。もう一度あの頃に戻りたい、もう一度小さくなりたい。南くん、私が一瞬姫になっちゃった。話は苦手でうまくは話せないけど、君と僕の不思議な話をしよう。ポケットの中に収まる小さな話じゃないんだ。神様のいたずらでドラマティックな扉開けた。二人で幸せの形に名前なんてないけれど、君と作る世界なら魔法のように消えない言葉書き込んでめくるページ、おとぎ話の続きみたいに僕らずっと笑えるね。虹のかかるその
ほらほら、道からそれら。ほら来い。ほら、行くぞ。よし、ほら走れ。どうしよう。どうしたら。まあ気を落とさないで、じきに連絡来るって。こっちも引き続き全力で探すから。本当によろしくお願いします。頼むな坂井沢ちゃん、うん、まあ千代美ちゃんも年頃だし、あんまり騒ぎ立てない方がいいよ、うん、あ俺も黙っとくからさ、うん、すいませんお願いします。大丈夫大丈夫。おはようございます。あ南さんおはようございます。今日もお綺麗ですね。こんなに早くどうしたんですか。あ、いえ、あ、ちょ実はですね、しゅんいち、お隣の千代美ちゃんいなくなったんだって。いなくなった。昨日の夜家出てから帰ってきてないんですって。今そこで駐在さんが。なんでそんなこと言うの。ひどいよ。昔はあんなに仲良かったのに。お前のことが嫌いになったんだよ。携帯も通じないみたい。昨日の晩駐在さん三崎公園のあたりで千代美ちゃん見たんですって。あんな嵐だったし心配ね。え、シュイチ？ちょっと走ってくる。
美くん。千代美。聞いたよマスター。千代ちゃん失踪したんだって。え、誰にそれを。なんで、みんな。バカ。千代ちゃん行方不明なんだって。ガンちゃん、駐在さんから聞いたわよ。もう水臭いわね。行ってくれたら一緒に探したのに。いや、その。お、今日も早いね南くん。おはようございます。ああ、ねえ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 、千代美ちゃんの話もう知ってる？あ、はい、母からチラッと。そうなんだよ、家出だって。千代美ちゃん DV 受けてたみたいでさ。あ、ここだけの話、おじさんは駆け落ちじゃないかなって。え？え？え？あ、え？ん？あ、いや、そうなんですか。あ、でも誰にも内緒だよ。千代美ちゃん、ああ見えてお年頃だからさ、悪い噂だっちゃまずいしね。じゃね。駆け落ちってなんだか大変なことになってるな。ありがとう。ちょっと元気出た。じゃあお前にもなんでそうなったのか分からないのか。ねえ南くん、私戻るよね。やっぱりおかしいよね、突然こんな。戻るだろう、そりゃ戻らなきゃ。どこ行くの？帰るんだよ、送ってくから。やっぱ DV はダメだよ、DV は。いや、DV っつうかさ、いや、やっぱいざという時はガツンとやんないと。いや、でも一晩帰らないなんてさ。ねえ、ほらほら、もう騒ぎ立てないでくれって言ったでしょ。ったく、もうこの町の人間は口が軽くて困っちゃうよ。もとはといえばさ、坂井沢ちゃんがさ、ペラ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 。どうしよう、それ俺がさ、みんなに探してもらおうと思って言ったんだよ。どうしようって。とにかく事情説明するしかないだろう。いや、ちゃんと落ち着いて。落ち着いて。どうしよう、みんなどうしよう。待って待って、みなみくん。なんだよ。無理、戻れないよ。これからどうすんだよ。だって無理だよ、あんなみんないっぱいいるところ。いきなり出ていけないよ。お前の親だって心配してんだろ。南くんだってさっき駐在さんと会った時さっと私のこと隠したじゃない。こんな姿見せられないって思ったからでしょ。面倒なことになるのが嫌だったんだよ。俊一、朝ごはん早く食べて。お母さんもう仕事に行く時間だから。すぐ行くから。放っておいても騒ぎがでかくなるだけだぞ。南くん。腹減ったら食べろ。ありがとう。いいか、絶対に余計なもの触んな。それから母さんとばあちゃんには絶対見つかんなよ。ばあちゃんは家にいるからな。
わかった。なんだよ、どうした？この植木鉢もう枯れていらないやつだから。え、俊一何やってんの？今行く。醤油会に出たっきり電話も全然通じないらしくて、 LINE も全然。千代美どうしちゃったんだろう。俺のせいかな。え、あ、俺が告白なんかしたから堀切氏困ったのかも。そんなことない。あの後千代美なんとなく嬉しそうだったし。だったらなんで。おはよう。今日の欠席が堀切さんと、あら、南くんも。すいません、遅くなりました。珍しいわね、南くんが遅刻するなんて。すいません。あの、堀切さんは。私、昨日の夜、千代美のお母さんから連絡もらって心配で。 あなたたち、堀切さんと仲良かったもんね。本当は、風邪なんかじゃなくて。あなたたちは、何も心配しなくていいからって言っても無理だろうけど、学校側もご両親と相談して大ごとにしないでおこうって。大野先生、大野先生、お先先生。いや、来ましたよ。大変ですね。お宅のクラスの堀切失踪したんですって。失踪だって。ちょっと見に行けよ。ここが南くんの部屋か。学校ではあんなに完璧なのに部屋は片付けられないんだな。置いてあるかわかんないもんね。さすが優等生。
ノート綺麗。おばあちゃんにお部屋掃除してもらってるんだ。こんなところに置きっぱなしにして。飯食えてんのかな。ここいいかしら。ああ、やっぱりあの二人。野村さん積極的。おい、みなみ、みなみいるか。みなみ、一緒昼飯食おうぜ。お前自分のクラスで食えよ。なあ、てんだよ。お前が心配で来てやってんだろ。俺がいなかったらずっと一人で。ダメ。ヘロは。なんだよ、うっせえ。みなみ、お前、俺に黙っていつの間にペン。野村さんと。一緒に学級員やってるだけだよ。学級員？ああ、そっか。ちょっと。てか、お前、またどうせ剣道部戻れって言いに来たんだろ。いや、そうでもないんだけどさ。戻んねえからな。部活は最初から2年の冬までって決めてたんだよ。釣れないやつだな。あ、そうそう、佐々木が言ってたんだけどさ。佐々木？もう忘れたのかよ、剣道部の顧問の。ああ、あのおしゃべりって。そう、あいつが言ってたんだけどさ、お前のお隣さん行方不明なんだって。お前は気がついたみたいだけどさ、俺結構あの子いいわと思ってたんだよ。あ、もちろん野村さんも素敵ですけど。はい、それはどうも。へえ、そうなんだ、堀切さん。まあ、ああいう清純ぶった子に限って何やってるのかわからないものよね。あのフェロモンだ。どうした、みなみ。人間が いきなり小さくなるなんてあると思うか。はあ、え、何言ってんの。あ、いや、え、みなみくん。悪い、野村。俺、早退するって先生に伝えてて。早退って、お前どっか具合でも悪いのかよ。あ、具合が悪いんだ。おう、じゃあ千代美さん見つかったら連絡してよ。一応町内会からも捜査隊出しとくから、あんまり気を落とすなよ。すまないね。すいません、ありがとうございます。どうしよう、
寒くなってきたし。あ、南くん。助かった。お帰り。ただいま。なんだろう。あんなに慌てて。千代美。千代美。ばあちゃん、俺の部屋掃除した？したよ。いや、なんでもない。あ、そう、心細かったよ。ありがとう、戻ってきてくれて。っていうか、やばいぞ。学校でも問題になってる、お前がいなくなったこと。え、マジで？あ、そうだ、南君、町内会の人たちが捜索隊出すって。捜索隊？私の服とか靴とか、そこに置きっぱだったでしょ。やばいって、あんなの見つかったら誘拐強姦殺人事件って思われちゃうよ。誘拐強姦殺人ってお前。まあでも先から出てきたらヤバいよな。ただの家出だったらこんなとこ来ねえもんな。千代美ちゃん、千代美ちゃん、千代美ちゃん。なんで俺がこんな。あれ、南くん、どうしたの、こんな時間に。学校？あ、ちょっと腹壊しちゃって。あ、そうなんだ。あ、千代美ちゃん、まだ戻ってこないんだよね。なんか学校で変わったこととかなかったかな。いや、別に。何それ、買い物？お腹の薬を買いだめしたもんで。あ、ってすいません、失礼します。ああ、もう絶対怪しまれたよ。大丈夫だって、駐在さん割と抜けてるし。っていうか家帰れよ。なんで帰んないんだよ。だってお父さんはともかく、お母さんは。一寸姫を見た？うん、そう、一寸姫。何言ってんの、そんなことあるわけないでしょ。うん、でも本当にいたんだよ、川で南くんと一緒に。いい加減にしなさいね、お母さん忙しいんだから。無理。大丈夫だって、親なんだから。親だから、親だから会えないんだよ。すごいショック受ける、すごい悩むもん、きっと。だからってなんで俺が。とりあえず無事なことだけでも知らせろよ。あいつうちにして。
ほら。なんて言えばいいかわからない。悪い想像するの。今はさ、堀切氏の手がかりを探すことだけに専念しよう。そうだよね。どうした、ニッセ。醤油？しおみちゃん、大丈夫かね。マスターもリッチも元気じゃないだろうね。早く見つかるといいんだけど。あんたも昔は千代美ちゃんと仲良かったんだし、心配だろう。え？ああ。新一？何？どうしたの？大変よ。三崎公園で千代美ちゃんのものと思われるものが見つかったって。私がお醤油買ってきてって。あの子雨の中。お母さんのせいじゃないよ。私があんなこと言わなければ。泣くな。まだ何か起こったってわけじゃないんだから。みっちゃん。みっちゃん、おばちゃん。聞いたよ。すいません、お騒がせしちゃって。恵美子さんもわざわざありがとう。本当なんかありがとうね。いや本当。高木、御木本、南、私たち千代美が心配だったから陸と一緒に岬公園に行ったら千代美が最後に買ったっていう。アミッペ、みんな気を落とすんじゃないよ。まだわからないんだからね。だけどこうなったらもう俺らだけの手に負えよな。誰かに連れ去られた可能性もあるし。実は私もそう思います。今日一日血眼になって探してみて、一つ気になることがあるんですよ。実に怪しい人間が一人この中にいる。怪しい人間、それは怪しい人間、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 それは君だ！あ？え、僕ですか？いや、なんでですか？僕、
昨日からずっと堀切氏を心配し、千代美さんを心配して、それでアミッペと探しに行ったのに語るに落ちたな昨日からずっと心配。千代美ちゃんが昨日いなくなったのを知ってるのはご家族とこの俺だけよ。あ、私アミちゃんに昨日電話で。そうなんです、千代美が来てないかっておばさんから電話もらって、それですぐにリクに。なんでそうやってすぐ人に言っちゃうかな、しかも異性の彼に。そりゃもちろん失踪、それ以上の事件の可能性も。でもそれは私たち仲良かった。俺が千代美さんを好きだからです。本当です、昨日告白もしました。ほーら、やっぱり俺の言った通りだった。お前は昨日千代美ちゃんに告白し、そして振られた。その恨みから千代美ちゃん。何言ってんですか、振られてません、全然脈ありです。あ、そういえば一昨日お姉ちゃんとデートしてた人だ。何、それ本当か。いや、デートっていうか。お前か、おい、千代美ちゃん、千代美返せ。今ちょっと取り込み中でして。え、ちょっとあなた、千代美ちゃん、千代美ちゃんなの。もしもし、千代美、ちょっと待って、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 おい、千代美、千代美か。うん、ごめんね、心配かけて。連絡したかったんだけど電話壊れちゃって。バカ野郎、今どっからかけてんだ。まあ、早く戻ってこい。もうみんなも怒ってないから。ごめん、それは無理。無理って、無理ってなんだよ。今東京にいるの。東京だ。ちょっと一体どういうつもり、千代美。ね、どれだけ心配かけたと思ってるの。だから昨日言ったでしょ、ダンスのワークショップ。お願い、どうしても出たいの。私のこと信じて、絶対心配するようなこと何もしないから。何を。許さん、許さんぞこのバカも。チュビ、とにかく無事だから今はそれだけ伝えたくて。じゃあ、ちょっとお前、東京って言ってもどこにいるんだよ、どこに泊まってるんだ、どっから帰ってるんだ。またかけるから。じゃあ、ちょっとチュビ、もしもし、チュビ、もしもし、チュビちゃん。とにかく無事でよかったわよ。ごめん、僕ね。ありがとうね。いいよ。もうだから俺が言った通りでしょ、すぐ見つかるって。もうただの家出だったんだよ。おかえり。どういうつもりだ。どういうって、とにかく無事を知らせろって南君。なんだよ東京って、お前帰るつもりないのかよ。帰るよ、もちろん帰りたいよ。私だって元に戻ったら。元に戻ったらって、だってやっぱりこんな姿じゃ帰れないよ。お父さんもお母さんも悲しんじゃうよ。だったらあのバカ娘って怒られてる方がマシだよ。そりゃそうだろうけど、それにずっとこのままなわけないもん。すぐ元に戻るはずだし、だからお願い、その間だけここに南君のところに置いてください。ちょっと待てよ、なんでそうなんだよ。お願いします、なるべく迷惑かけないようにする。置いてくれるだけでいいの。いい気持ち。
か行くよ。ごめん南くん、石鹸が届かない。取ってもらえないかな。は？ごめんお願い。見ないように。絶対見ねえよ。何が置いてくれるだけでいいよ。お待たせしました。じゃあ俺も入るからな。ありがとね。お世話になります。いいってそんな。いやでも。いいから寝ろ。うん。何気に一緒に寝るのって初めてだね。当たり前だろ。南くんの部屋に入ったのも初めてだし。部屋もらったの中学入ってからだし、女入れること自体初めてだよ。そっか。野村さんと付き合ってるの？え？だって昨日野村さんと。うちのお父さんに頼んでみたら、きっといい方法見つかるよ。いい方法？お父さんこっちの医大には割と顔が利くから、特待生の推薦枠とか持ってるの。南くんさえその気だったら。その気って。いい考えだと思わない？俺やることあるから。
すげ長いんだな。南くん、美しいお姫様、結婚してください。これはもっと普通の服がいい。おいしい。ダメ、いや。ばあちゃんの話ではここに伝説の内出の小槌が祀られてるってことだったけど、満月の晩に降って大きくなったんだよ。なんかすごい。これで私元に戻れるんだ。